なのでほぼ誰もいません。もうお店の従業員の方とか、こういったホテルかな経営されてる方がほぼで、でも見た感じやっぱり普段は賑わってるんだろうなっていうのが分かるような感じなんですが、やっぱりコロナの影響がここにも、来ているのかなと思います。いや、めっちゃ綺麗。久々にこんな透き通った海見たな。もう晴れてたらもっとすごいんだろうなと思うね。これめっちゃ綺麗。こちらが今日泊まる、バンガローになります。エアコンがないので、涼しくはないんですけれども、扇風機があるので、十分かな。もう目の前がね、ちょっと見えるかな、こんな感じで、そう、こんな感じで海なのでそこまで、暑くないですね。バンガローがたくさんあって、どこかにはね、エアコンがついてて、これはついてないんですけども、全然十分だと思います。最高。1日目の夕焼け、ちょっと見えないな。でもいい感じで、楽しめました。一緒に来たね、友達の子供たちと一緒に、もう海で泳いだので、その時のちょっと動画はちょっと飛んでるんですが、こんな感じでめっちゃ綺麗だし落ち着く、リラックスできる、ね、なんとかね、アクティビティとかをしたいってなるとちょっとまたあれかもしれないんだけど、こうゆっくりしたい人、ちょっと、お手頃なお値段でゆっくりしたい人とかは本当におすすめ。めっちゃ来る。来てよかった。1日目なんだけども本当に最高。ただね、今日本当は実はね、ここ来るかどうか迷って、どうしようかなっていろいろ考えてたんだけど、ちょっと過去の経験からね、そのいろんな世界とか滞在したりとか旅行の時に、行こうか行かないかで迷って、結局行かなかった時のその、なんかこう行っとけばよかったなっていう後悔がものすごくあって、それで今回も、ここに来ました。またね、いつ次取れるかどうかとかわからないし、そのコロナとかでね、プノンペンにないこの感じ、開放感というか自然、海っていうのはやっぱり、6時間7時間車で来て船で渡ってきた回あったなぁと思います。あそこに泊まってるんですが、こんな感じでたくさんヴィラがあります。また両親とかね、コロナが落ち着いてきたりとかして、友達とかも来たりね、ガイドとかでもぜひここ来たいなと思います。本当に気に入りました。運転手さんと一緒なんですけど、めちゃくちゃいい人です。本当に優しい。水くれたりとかね、もう本当に言葉がちょっと通じないんですけれども、言葉の壁を越えたものを感じます。本当に優しいなと思う。僕もたまらずね、ジャックフルーツのドライジャックフルーツのお菓子をあげました。ものすごく喜んでくれました。どうも皆さん、おはようございます。 TK ボンチャンネルです。今日は旅行2日目になります。今部屋の、バンガローの部屋の中にいて、もう運転手さんは起きて、何時かな、5時か6時ぐらいにも起きてシャワー浴びて外に行かれました。僕はまだね、寝てまして、さっき起きて顔とかして、シャワー浴びて顔洗って、で日焼け止め、今回は日焼け止め塗ります。前回日焼け止めとかね、全く塗らなかった、ちょっとね2日3日かな痛かったので、もう今回は、もう明らかに伸ばすとかじゃなくて、もう塗っただけなので、見えるかな、なんかこれとか見えますが、もういいです。誰も多分見てないので、このままにしておきたいと思います。それではね、軽く紹介していきたいと思います。こんな感じでね、入り口はまた改めてこんな感じで、鍵内側からはかけられないのかな、ちょっとよく分かりませんが、昨日トライしてできませんでした。ありはするんだけどね、昨日ね海で遊んだ時の洗濯物干してます。外はこんな感じで、めっちゃ綺麗です。朝日がすごいね、あっち見えるかな、焦点合わせて、
こんな感じでめっちゃ綺麗です。で中は、こんな感じ、本当にシンプルでこんな感じになります。見えるかな、上にね花鳥みたいなのがあって、ベッドが2つあって、こっちがシャワールームとトイレになります。でもなんかセキュリティボックスとかもちろんないですね。で外はこんな感じで、ザ自然の中に立ってます。めっちゃいいですね。扇風機はつくのでね、自分が好きな、好きだったらね、つけた方がいい。その時期によると思います。来る時期によってね、もうつけないと無理って時もあると思うし、つけると寒いかなって時もあるんですけども、夜はやっぱ一応閉めてるので、ちょっと暑くなるので、僕たちはつけました。エアコンのやつ、扇風機を使いました。こんな感じでね、別に開けてもいいと思うので、やっぱ一応ね、僕の場合パスポートとか、銀行のカードとかいろいろあるので、閉めました。持ってきたものね、もう数年前のか、多分これ使わない方がいいのかもしれないんだけど、なんだっけ、日焼け止めとか、こんな感じで持ってきてます。この前ね、部屋の掃除したら出てきたやつなんで、あんまり、新しくないですね。もう 3,4 年前のかな、記憶がない。でこっちがおじさんのものになります。で部屋の中改めてこんな感じで、ね、シャンプーはもうあの見えるかな、あそこにある、小さな店とかで売ってるね、一つ何十円っていうやつを使ってます。ただね、一つカンボジアにどこに行くに、どこのホテルに泊まるにしてもですね、あれがないんですね。こちらヒゲ剃りがないので、持って行った方がいいんじゃないかなと思います。ちなみに昨日の旅行中、移動中とかに持ってきてよかったなと思うのがこちらですね。シャカシャカっていうのかね、長袖のあれと靴下ですね。まあ、本当に持ってきてよかったなと思います。ちょっと移動中寒かったりとかね、温度調節が難しかったりしたので、まあ、東南アジアかな、旅行するときはぜひ、長袖はね、必ず1枚を持ってくるようにした方がいいんじゃないかなと思います。それでは外に行こうと思います。あ、鍵、こんな感じでね、鍵、何にも、鳥のさえずりってやつかな、それだけピュー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 やってる。みんなどこにいるのかとかもちょっと分かりませんが、あの、あっちにいるのかな。気持ちいい。もうみんな朝ごはん食べて、うわ、いる、いるよ。もう子供たちは朝ごはんを食べているのか、食べたのか、早いな。それでは今から友達と一緒にね、ビーチ沿いを歩いていこうと思っています。ここのね、ここが海で、こっちが海で、まっすぐあるんだけど、昨日ちょっと途中まで行ったんだけど夜だったので見えなかったから、途中で引き返してきたんですけれども、今日はちょっと一番端まで行ってみたいと思います。本当にね、もう旅行中は食べて食べてなので、ちょっとね、少しでも痩せるように今から歩いていきたいと思います。このね、港っていうか、ここから、人が行ったり来たりして、時々米とかも運ばれてきてるみたいですね。一周回ってみるとこんな感じで、もうね、本当に無駄なものがあまりないって感じでね、一つ一つそのビラが離れてるので、そこまで隣同士とかそういったもの気にならないかなと思います。本当にコロナ禍とは思えない感じでみんな旅行してますね。あー、いいね。ちょっと今の場所をお知らせしてみようかな。 Wi-Fi はありません。でもインターネットはつながってるので、場所はどこかな、見てみようと思います。あ、コーロン島っていうのかな。あ、見えるかな、ちょっと見えないな。 あまり見えないのかな。このね、コーロン島って2つ、シハヌークビルってところからちょっと船で2つ有名なところがあるんですけれども、上も下も有名というかね、観光リゾートになってます。
今日はね、高論島というところからお伝えしています。2日目の朝になります。子供たちが来た、いますね、子供たちが。旅行メインで来てるので、ちょっとね、なんていうかな、 YouTube の動画を撮ったりとかが、まあちょっとおいおいなったりする時もあるんですがね、よかったらぜひ楽しんで、続きも見てください。うわー、めっちゃ綺麗、やーば。ちょっとね、近くまで行ってみたいと思います。うお、透き通ってんなー、やーば、マジか。伝わるかな、この透き通ってる感。マジでめっちゃやばい。軽い散歩が終わって、今から小さなマーケットというか、島のこっち側のね、マーケットに行ってみたいと思います。本当にそっちがね、ビーチなので、見えるかな、このブルー感がね、あと自然って感じで、こっち側はね、自分たちが泊まってるヴィラになります。ペイントとかもなんかいい感じだね。なんかマーケットっていうよりかレストランっぽいかな。すごいね、なんかいろいろ売ってる。バレーボールとかも売ってる。なんかここ日本のテイストっぽい感じ見えるかな、桜の。ふう、マッサージとかレストランとか、あとちっちゃなショップとか、そういったのが多いかなっていう気が。裏側は何なんだろうな。一周回ってみようと思います。こっちは、あ、ここも普段レストランだったんだろうな。今年再開ね、できればいいなと思うんだけどね。静かな感じで。ここはトイレっぽいね。こっち側の方はトイレっぽいあれになってます。本当にね、こう周りはもうすぐ森っていうか自然になるので。あー、こっちは結構空いてないかも。タトゥーショップとかもあるね、タトゥー。あ、バーね、バーとかもある。あとは病院かな、なんかよくわかんないけど、病院か、病院っていうか薬局かな。あ、カフェ発見、ちょっと待った、カフェだって。パンもあるみたい。ここで例えばブログ書いたりとかね、人によっては例えばなんかパソコンとかそういった仕事もできそう。こんな感じで小さな島なのでね、マーケットとかもこじんまりしてて、ね、多分普段は全部開いてて、いろんないろいろこうお土産とかもあるんでしょうけどね、ちょっと今コロナで半分以上かな閉まってるような感じでした。